今日は龍の話。皆さん、ようこそココハトチャンネルへ。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はこのチャンネル唯一のパートナー龍のことをお話ししたいと思います。それでは赤ちゃんの時の龍の画像を見ながら龍と私の出会いをご覧ください。はい、それでは龍と私の出会いからお話ししていきたいと思います。この写真はうちに来てからもう 1,2 ヶ月経ってからの時のものだったと思うんですけれども、龍がいたペットショップはガレージのような建物で、ペットショップというにはもうほど遠い劣悪な環境でした。小さな虫かごに押し込められた龍は、排泄物も全然掃除してもらえないで、私が引き取った時は皮膚病でもう全身の毛が抜け落ちて、栄養失調でお腹が紫に膨れ上がっていました。本当に小さくて私の両手にすっぽりと収まるぐらい、普通のワンちゃんよりとても小さな体でした。この写真はもう小さいながらももう随分元気になった龍の写真なんですけれども、来た時はもう本当に毎朝毎朝生存確認をするのが私の日課になっていて、私も全然眠れませんでした。このカバンは今お散歩バッグとして使ってるんですけれども、当時は龍をこのカバンに入れてよく病院に通っていたのを思い出します。もう今では全然入れなくなってしまいましたけれども、この写真は初めて龍がドッグカフェに行った時にプロのカメラマンに写真を撮っていただいた時のものです。私の手編みのケープをつけた龍です。もう本当に私の家に龍が来た時にはもう龍がこの先どうなるんだろうって私も毎日毎日泣いていました。なんとか守ってあげたいって。そんな龍も今では12歳になってこんなに元気に毎日を過ごしています。龍には一日でも長生きしてもらって、一日でも長く龍と一緒にいたいなって本当に心からそう思います。はい、いかがだったでしょうか。もう本当にこんなに長く龍と一緒にいれて私もすごく幸せですし、龍のおかげで謙虚にもなれたり運動不足が防げたり、本当に龍には感謝しています。ここ日本では動物たちが年間にとてもたくさん殺処分されています。皆さんもペットを飼いたいとか動物と一緒に暮らしたいと思われる方もたくさんいると思います。でも飼う前に少し考えてみてください。犬も猫もとても長く生きます。最後の最後まで一緒にいられる環境なのか、もう一度考えて、それから本当に最後まで見れる、そう思った時にペットを迎えてみてはいかがでしょうか。もちろん無責任な繁殖業者や心ないペットショップも日本にはたくさんあります。私もいろんなところで生体販売をされているペットたちが陳列されているのを見ると、なんか少し違和感を感じたりします。これで本当にいいのかなって。言葉はしゃべれないけれども、犬も猫も私たちと同じ命なんです。やっぱりそういうところから命を考えられる、そんな私たちでありたいと思います。なんか今日はちょっといつもと違う動画になりましたけれども、ねえ龍くん、本当に一日でも長く龍と一緒にいたいなって思っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ココハトチャンネル、チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面のこの辺に出ています、チャンネル登録ボタンをお願いします。スマホ、タブレットの方は下の概要欄からお願いします。